ち鍋美味しいよね。お鍋取れたって。サバ唐揚げ美味しそう。味噌ラーメン、あーお寿司。ハロウィンだもんね。ねえ、オンライン最後寂しいね。そうなんだよ。セブンで買ったやつだよ。鍋はいいよ、最高だよ。ねえ、ほんとキムチ鍋ってなんかめっちゃ汗かく。スイちゃんありがとうね。今日サイレントあるマジで楽しみ。今今日見ないけど次の日に撮っとくタイプだよ私は。次とかに、次の日に撮っとくタイプだよ。寂しくて泣いてもいいですか。泣かんやろ泣かんやろ絶対に。本当に泣くのかい。え、ロンリーヒロちゃんさんありがとう。仕事帰りになるから外からになるかも。あ、了解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 。えのき配信、えのきはね普通にプライベートで食べた。プライベートえのきしました。リアルタイムで見てくれる数字が、そうなんだよね多分いやー、リアルタイムでなかなか見ないよね。日本シリーズ時間ずれるよ多分。あ、そうだ、そっか、そうだよね。結局明日の朝起きてから私は見るよ。髪切ってすぐオンラインです。おお、切りたて。マットさんありがとう。そうそう、巻き戻したりさなできるしね。そうそう、 CM とかないし。そうなのよ。ねえ、作ったうちはヒロさん、あ、見たい見たい、楽しみにしとこう。鍋いいよね。マカレーザージャーをゲットしてらしいですね。え、いつだ、いつだ、あ、最後かな。ロッキーちゃんのことはみんなポンポンってしましたTVer さんね、 TVer さんありがとう。本当に TVer さんだよ時代は。葵ちゃんさんありがとう。何でも TVer で見れちゃうもんね。最強アプリです。無断転載とかでもなく公式のあれでちゃんと見れる「サイレント」の字で盛り上がってついて、マジで小4 小4で、小4でなんかハマっちゃう感じのドラマなのかな。結構だってさ、どうなんでしょう、まあ、だから年齢関係なく面白いと思えるドラマなのかな。でも私も小学生ぐらいの時からなんかめっちゃいろんなドラマ見てたから、なんなら小学生の時の方が見てたからドラマは。そう考えたらまあドラマってあんま年齢関係なく楽しめるのかな。ソフトンさんありがとう。ポテチさんありがとう。そう、もうみんな TVer なんよね。ディアタイしてから TVer でも分かる。ああ、これが一番
素晴らしいあれだよね貢献度。先週のな、おギリ松さんありがとう。アトムとクロサギ見てる。あーでもアトムとクロサギは見てるよ、もう見てる。小学生の時に見たら賢くなりそう。でもいいかもね、なんか感情の成長がありそうなんて言うんだろう、心が成長しそうじゃない？ドラマとかそういうなんか映画もそうだけど、そういう作品系を見たらさ、人とのなんかコミュニケーションのなんかが学べそうではあるけどどうなんでしょう。アンテナケーブルつなぎなよめんどくさいみたいな。手話は勉強し始めた子多くてか、うわー何それ感動だね。いやなんか学校とかでも手話の勉強、手話の授業とかありそうこれから。ツッキーさん、葵ちゃんさんありがとう。なんかしそうじゃない？ガチアサリが、うわあ、やってないよそこまで、まだあれしかやってないよ、縄張りしかやってない、全然ダメだね。葵ちゃんさんありがとう。感受性みたいなのか、そうそうそうだね、感受性豊かになりそうと思います。うん、どうなんでしょうね。私はほんと小学生の頃マジでドラマめっちゃ見てましたから、テレビっ子だった。小中こう学生時代はあれ本当ドラマめっちゃ見て、テレビもめっちゃ見てて、そうドラマめっちゃ見てた。なんかお家にいたらいつもテレビついてる感じだったんだよね。ついてるっていうか誰かしら見てる感じだった。なんかテレビすごい見てた。だからいろいろ発達してるから頭の中覗いてみた。確かになんかみんな携帯持ってるからそうだよね。ちっちゃい子でさ、メガネの子多くないマジでゲームと携帯のやりすぎだよね絶対。小学生の時好きだったドラマなんだろう。あれは小学生の時、小学生の頃花より団子とか、イケメンパラダイスとか、有名どころなんだろう、あと何なんかあったかな、メイちゃんの執事とか、国翔さんありがとう、葵ちゃんありがとう。村長といえばアマちゃん懐かしい。ドラマ全然見てないくせに、なんかそのアマちゃんの曲だけなんか携帯に入れてた。謎ディナ、あー謎解きはディナーの後でか、あーでも見てたかな、見てたかも。あ、ブザービート見てた。女王の教室、あ、見てたわ多分。え、あとなんだろうね、なんかもう全部なんかほとんどね、毎週なんか見てたね。小学生の頃むずいな、小学生なんかもう記憶がやばい、記憶やばい、薄まってきてるよ。
PICU はなんか医療系だよね。ドラマに出るってすごいよね。陸王見てたけど最近の方だよね、わりかし最近、高校生くらいとか、いつなの、いつだろう、もう時系列がごちゃごちゃだ。とにかくね、私は小学生の頃はなんかもう学園もの大好きって感じでした。あんまないか、でも学生系のものあんまないね。でもキュート、あー見てた、あっちゃんさんのやつね。ロングスカート制服に憧れ、あ、マジスカ見てないんだよね、私一回も見たことないそう、友達めっちゃ見てて、なそう、友達っていうか学校の子結構見てて、女の子ね、見てた子結構いたかも。私あんま興味ないって感じだったそう、ドラマに出たことある、エキストラかエキストラとか、ラストシーベル、あー私も、うん、マディスカを見ないで48に入る子結構いるね。うん、そうね、本当にある、あんまりアイドルにあんまり興味がなかったんだよ。ミーハーだったから、曲あの有線で流れてる系の曲だけ聴いてるぐらい、カラオケで歌うぐらい、アイドルとの関わりそこぐらいですね。なんかあったかな、小学生、花男しか、もう一番花男しかなんか代表的なのが残ってない私の中に。いや、いっぱい見てきた、でもちょっと調べてみようかな。あ、216だ、ありがとうございます。店員がハロウィンコス室なので行ってきます営業的には助かるやつだ、もうまんまとまんまと引っかかってる。小5から48オタク、素晴らしい、本当にずっと一途に48を好きでいるなんて素敵だね。 AKB 人気すごかったの。うん、みんなねカード引いてたね、あの駄菓子屋さんとかに。あ、のだめカンタービレ見てました、見てたし映画も見たよ。丸森は中学生だったかな、うん、丸森は中学生だね。あ、リッチワンプアウマ見てた見てた、ズッキーさんありがとう。そう、 AKB ドンジャラ、ドンジャラとか友達がさ AKB が大好きで、お家にドンジャラあったのよ、だからめっちゃやってましたよ。なんか神セブンのメンバーさんとかは知ってたな、それで。丸森小5だよ、え、小 5? タグ JP さんありがとうございます。そう、踊るよね、踊るよ、絶対踊ってるよね、みんな一回くらい。何が流行ってたかな、あと2006、え、何年、え、待って、小学生の頃何年なんだ、2000、今22だから10年前くらい、10年から10、2007年、
2010が5年生。うわー、2000年代。ドラマとかで調べてみようか。なんだ、プロポーズ大作戦。うわ、なんか私それね、なんか見てない気がすんだよね。でも私小さい頃からいろんなドラマ見すぎてるかも。あ、こんばんは。見すぎてるわ。2000年代ね。2005年。あ、極戦見てた。極戦見てた。極戦見てた。好きだったな。いや、プロポーズ大作戦じゃ、その幼馴染系だよね。うわ、そう、極戦は見てましたね。あと、なんかリバウンドみたいなドラマなかったなんかあったよね。あ、ルーキーズは見てた。ルーキーズ見てた。なんか今思い出した、いろいろ。あとなんだろう、ケーキのやつ。ああ、そう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 、リバウンドあったよね。あの、なんか痩せたんだけどまた食べて、なんかそのリバウンドしちゃってみたいな、あったよねなんでそれ思い出したの。あ、西遊記とかやってたんだ。いや、見てた見てた。私西遊記見てた。西遊記ってドラマで、なんか映画かと思っちゃった。見てた見てた、西遊記見てた見てたよ。面白かったしね。9時からだから、まあ、ちょうど見やすいみたいな。うわ、西遊記めっちゃ面白くない？すごい、あれ好きだった記憶あるすごい好きだったな。そう、え、見てた見てた。1リットルの涙。え、誰だろう。うーん、うわー、これ見てたかな。いや、なんか見てたような、見てないような。西遊記はね、2006年らしい。だから、え、16年、くらい前でしょ。え、6歳。そんな時の記憶あんだ、まだ私。すごいわ。でも見てたのよ、本当に。西遊記が結構遅い時間にやってるイメージあったの、自分の中で。で、今9時だったから、その9時見て10時とかに多分寝てたと思う。10時過ぎとかに見てたんだと思う、きっと。それでも遅い方だったよ。11時とかでも、11時なんてもう夜更かしだよみたいな感じの頃だったわ。早く寝なさいって10時とか11時とか10時には言われてたね、いつも。10時半とか。6歳で、私6歳最有機見てたのを覚えてます。記憶力が素晴らしい。愛ちゃん、こんばんは。ヤッホーヤッホー。
やっほー見てたなー。あとねなんか昔のドラマの方が面白いのいっぱいあった気がするんだけど、なんかさあのなんて言うんだろう、今さなんかいろいろなんか大人の事情とかでさちょっとそういう内容はどうなのみたいなやつとかいろいろなんかなんて言うんだろう考えないといけないところが多すぎてさ多分作りづらくなってるよね きっと昔より。葵ちゃんさんありがとうございます。あのドラマに限らずだけどね、ドラマに限らずじゃなずあのバラエティでもそうなんだけど、あっ勇者ヨシヒコ私大好きでさ本当に勇者ヨシヒコは全部見たよ。あとね何見てたかな、のだめカンタービレが2000、えやっぱ2006年だよ、のだめカンタービレ昔すぎ。あ、ライアーゲーム、ライアーゲームそんな昔なんだ。あ、そうコンプラがね厳しいもんね。わかる、勇者ヨシヒコマジで、え HKT 出てたよね、えそうなの、え再放送見てたんかな。いやアイリー多分リアタイで見てたはず。リアタイで見てたはず。だからもう多分その時の記憶あるんだよ。すごいよ。タンブリングなんだ。なんか見たら思い出しそうだけどな。14歳の母、ああもう私大好きでしたね。14歳の母って知ってます？でもなんか結構内容深刻っちゃ深刻だよね。そうけど歌がミスチルさんで良すぎたのよ。めっちゃ泣けましたよあれ。14歳の母泣けるよね。泣けるてかめっちゃ すごかったよ。5歳の時見てたんや。5歳で見て理解できずに、いろいろと理解できずに見てたよ多分。私だから幼稚園の頃の記憶もちょっとあるのかなすごで、あれほんとテレビっ子だったのよ。見てたんですよ。そう今日のカラコンいるけん、カラコン入ってるように見える、メガネにカラコンしてたらやばい入れておりませんぞ。子供が見てたっていうか多分お母さんが見ててそのついでに見てたんだろうなっていう、そういうことだね。あの頃は本当にドラマに命かけてた毎日ね何かしらのドラマ見てたよ。わ見てたわ。あとはなんだろう、マジですごいいっぱいあったね。そう考えたらいいよ。全然幼稚園の頃もちょっと覚えちゃってるかな。さあとね、
山田太郎物語これか？いや、これじゃないな。これじゃないな。あれ何なんだろう。あのドラマ何だったんだろう。なんか7人みたいな。気まぐれロマンティックのやつだ。あ、そう、それ、それ、それ気になる。あ、それ私も今思い出してんのよ。そう。え、なんか山田なんちゃらじゃなかったそれえ、そのドラマ何だったんだろう。その気まぐれロマンティックのやつって何なんだっけ。うわ、それ気になる。それ私めっちゃ見てたんだよね。あ、あたしん、あ、待って、あたしんちの男子も多分見てたと思うけど、うわ、なんだっけ、山田太郎じゃないな、違うな、私が見てたの違う、どれだ、あ、セレブと貧乏太郎か全然違った、太郎に引っ張られすぎてやってたそう、セレブと貧乏太郎、それ見てた見てた見てた、太郎しか会ってない太郎だけ、のりさんありがとう。あとね、あー、はい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 、小学生ぐらいの時はだ、何、などんぐらい、どれなんだろう、なんか続編結構多いよね、多いっていうか、うん、うわ、え、あ、これは見てないわ。あ、やす子とケンジ見てたやす子とケンジ見てた。うわ、上戸彩さん確かにね、めっちゃ見てたわ。全部面白いもんね、だってしかもイケメンですね、見てたわ。なんか友達が面白いって言ってて、なんかそれで見た。やす子と源氏見てたよ。面白かったよね。懐かしい。あと、映画？わかんないわ。そう、私テレビっ子だったの、本当にテレビっ子だったの。もう趣味テレビみたいな。さ、サモッピさんありがとう。青魚定食さんありがとう。ドラマさ、めっちゃ見てたよ。女王の教室多分見てた見てた。あとね、そう、メイちゃんの羊でしょ。めっちゃ良かったよあれは。うん、すごい良かったよ。あと、ここでブザービートなんだ。ジン見たことないかも。やっせんぼさんありがとう。いや、でもめっちゃ泣けるっていうのは知ってる。青魚定食さんいっぱいありがとうございます。サモハンピさんありがとう。あっ、なんだ、なんかさ、え、
だか、クリショさんありがとう。2010年だと私10年だと11年、トリック見てたっけな、9歳が小4の9、私な2010年はまあもっと、なんだろう、ヤンキー君とメガネちゃんも見てたわ青魚定食さん、すごい、かぼちゃが大量に飛んできてます、ありがとう、いっぱい。え、ドラマは見るよね、毎月とか毎シーズンごと何かしら見てるよ、見てた見てた、ヤンキー君とメガネちゃん見てたんだけどな、そう、中リーサさんが出た記憶あります。あ、わかる、そう漫画だね、漫画だもんね、クロちゃんさんありがとう。懐かしくて若い時は思い出します、あーなんかごめん青坂アンティーチェフさん、あ、レインボースターありがとう、いっぱいありがとうございます。ビーワップ団長さんありがとう。あとね、なんか、ちょっと なんていうの、昔のドラマってなんかジャンルが結構広いですね、広いっていうかいろんな題材でドラマができてますね、できてますって放送できてましたね、多分。私エキストラ、ドラマはエキストラないかな、ドラマはエキストラないかな、なんかその撮影してたみたいなやつで遭遇したことある、なんかね、鈴木福くんとに、遭遇しましたね家の近くでなんかドラマ、あの妖怪人間ベムベラベロみたいなあったじゃん、妖怪人間っていうドラマあったのよ、それすごい好きで見てて、それがなんかその家の近くで撮影してるよみたいななって、みんなえーみたいな、ちょっと見に行こうみたいななって、見に行ったら本当にもうちっちゃい普通木福くんがいてさ、でお母さんかな、お母さんらしき人も後ろに、でマネージャー兼お母さんみたいな感じで、多分お母さんっぽい方もちょっと後ろに、マネージャーさんなのか分かんないけど後ろにいていらっしゃって、そう、うわーって鈴木福君のなんか真正面から見たんだけど、写真はあの福君の後ろ姿しか撮れてなかった携帯にね残ってました、画質悪めに。たーくんさんありがとうございます。そう、後ろ姿だけなんか、あ、盗撮だね、あ、ダメじゃんちょっと許してください、これは私小学生ぐらいの時です、今さらっと盗撮盗撮だ私の小学生なんでちょっと許してください。佐藤さんありがとうございます。でも私の地域というか、あの
家の周りとかにすっごい撮影現場多くて、そう、田舎だとそんなこと起こらないぐらい。神奈川ね、めっちゃ多いんですよ、撮影現場で。私のなんか、まあ地域というか、そのいつもなんかいつも違う建物なのに、ドラマの撮影時間、あ、期間だけはなんか警察署になってたりすんのよ。そう、すごくない？そう、なんか全然もういつも何も多分なんて言うんだろう、空き地、空き地っていうか、全然多分使われてない建物なんだけど、そのドラマの期間、ドラマ内ではそこがさ、ちゃんと警察署になってて、えーみたいな、いつの間にみたいな、いつの間にそういうセットにしてたのみたいな、そういうことがやっぱある、なんかそういうことなんです。そうやってできてるんです、きっとドラマの撮影とかって。なんかそう、本当の警察署じゃなくて、そういう空き地をなんかのその架空のその建物にしてみたいな。そうとかが多いというか、そうなの、都会自慢に聞こえちゃってる。別にそんな都会でもないけど、言うてそんなこともあってね。なんかよくちょっと見に行ってましたね、なんか撮影してるよとかあったらよく見、それロケとかで多分そう使われてる、大きい病院とかも、まあ、うん、使われてるね。キストラーでは出たことない。あとフリーター家を買う、うわー、見てたね。このドラマめっちゃ面白かったよ、すっごい面白かったよ。あのね、西野カナさんの主題歌が良すぎたんだよね。警察じゃないところは警察署だったし、分かりみ、やっぱ分かる、そのあるよね。仮面ライダーのロケしてた、いいな、私仮面ライダー大好きだから。最近のマジで見てないけど、入学式の会で極戦の熊のラーメン屋が、すごっ、マジでずっと泣いてた。その誰も、分かるの、マジで泣けんのよ。ちょっと待って、後半戦、ドラマ後半戦行きましょう。すごい、アイデの好きな、あ、中学生ぐらいも結構ピークだね、見てた気がする。あれ中学なのかな、うわ、待って、何の、あ、美咲ナンバーワンとか見てた。ちょっと待って、結構懐かしすぎるよね。仮面ライダー圧倒的電王、うわ、電王なのよ、私も本当に、ワイルは圧倒的は電王です。映画を見に行ったぐらい大好き、電王なのよやっぱり、結局ね。葵ちゃんさん、ありがとう。ここ中学かも。あ、カルテット、いや違うな、あ、カルテットじゃないの、それ中学生の子、あ、違うな、美咲ナンバーワンとかなんかめっちゃ見てた。そう、カリナさんのやつだよね、うわ見てた、全然見てた。でカリナさんめっちゃ出てたよね、ドラマ見てた。
これは中学なのか、ちょっと全然、うわ待って、名前をなくした女神、うわ見てたこれ、ちょっとえ、名前をなくした女神怖かったよね、ちょっとなんか、そう、名前をなくした女神のアンさんが出てらっしゃったやつです。これはなんかママ友問題で、そうママ友のね、ちょっと怖かったよこれは、そう怖かった怖かった、泣けたけど、あ、この後か、リバウンドがこの後でした、うん、なこの後っていうか、この年代にありました。あとね、なんだろう、ちょっと待ってね、あ、このここで丸物を着ても来ましたわ、なるほどね、これ中学生、え、これ、あ、待って、2010年、11年だから、小5か。まだ小5でした、これ。小学生でした、今までの、これ。丸も、はい、丸もね、起きてきて。え、リバウンド懐かしすぎるよね。おもろいよね。イケメンですね、はい、見てた、わ、私が恋愛できない理由、見てた、これもカリナさんだわ、え、そう、これカリナさんと吉高由里子さんと大島優子さんだったの、そう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 、見てた、スピードバードさんありがとう。ママ友地獄を小学生で見てたの？そう、ママ友系のドラマ好きでしたね私。そう、ママ友系ちょっと見てた。だいぶ好きでしたそういうの、小さい頃から。私が恋愛できない理由、面白かった気がする、うん、ここ謎解きはディナーの後でね、はいはいはい、懐かしい、見てたよね、だから、え、あ、48ファンの方は見てた方もいらっしゃったのではないでしょうか。妖怪人間、はい、ここ妖怪人間、ここ来ましたね、ラッキーセブンも見てた、ラッキーセブンも見てた、探偵のやつね、面白かったな、マザーゲーム、いや見てたと思う、マザーゲームなんかめっちゃ流行ってたっていうかね、周りの子も結構見てた、ラッキーセブンは見てた、すごい好き、面白かったよめっちゃ、うん、あと、そうそうそう、リッチマンプアウーマン、あんまね、警察系とかなんか、あん、その病院系はあんま見てないね私、そう見てないんだよ、ここあんま見てないな、ちょっと待って、今2012が終わった、2013、なんかもう昔のドラマ見たくなってきたわ、え、最高の離婚とか見てた気がする、エイタさん、あ、見てた見てたわ、最高の離婚見てましたね、
来た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 、私のすごい好きなドラマ来た。ここで夜行観覧車見てた方います？ね、夜行観覧車マジでさ、私本当に衝撃受けたけど、すっごい好きだったんだよ本当。愛さんが歌ってらっしゃる主題歌もめっちゃ好きだった。昔のドラマまとめて見れるアプリ欲しい。わかる一旦遡りたいね。でね、夜行観覧車本当に見た方がいい。え、今からでも遅くない？約10年経っちゃいそうだけど、もう少しで。いやマジで本当面白いよ。あ、面白いっていうか怖い怖い。そう、杉咲花さんの演技がマジですごすぎて。そう、湊かなえさんだったかな。いやすごいのよ、あのそのやっぱ作者の方が、そう、湊かなえさんのやつだから面白い。確実にみんな見てもすごい面白いと思うけど、なんて言うんだろう、そのね、ミステリー、サスペンスかな。いや結構怖い、だいぶ怖いよね。事件なのよ、事件事件。そう、最後の終わり方もちょっとゾクッとしたもんね。ヒヤヒヤ、ゾクってかそわそわして終わった気がするね。そうそう、面白かったんだよ、見てほしいよ。そう、私はこれがねすごい結構周りの友達とかと、え、見た？みたいな、昨日の見た？みたいな。そう、すごい盛り上がりました。私もその時でも怖かったよ。そう、怖かったけど見ちゃってた。なんかね面白かったんだよ。そう、そう、杉咲花さんの演技やばかった。人間怖いって感じだ。わかる、人間の怖さ感じるよ。あとはまあその後はラストシンデレラ見てたね。35歳の高校生はこれ見てたと思う。見てた見てた。今の女優さん俳優さんとかいっぱい出てらっしゃるもんね。湊かなえさんの本は、いやすごいよね、本当にすごいと思う。あと、え、孤独のグルメってこんな昔からあったんだ。あ、待って、山田くんと7人の魔女、うわ、これ見てた気がするけど内容全然思い出せない。でもあれだもんね、あっちゃんさんの歌だもん、主題歌が。だからこれは多分見てたと思う。タイムマシンなんていらない、ああ、飲みない、いつだってあなたと思いられたら、これね見てたと思うんだけど内容全然思い出せないんだよ。なんでだったかな、なんだったんだ、内容あんま覚えてない。多分見てた、なな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 。すごいな、え、マジですごいな、昔のドラマすごすぎて。漫画貸すよ漫画借りようかな。でも漫画からやっぱ昔からそうなんだね、原作があって実写して。あ、わ、キャ、え、2014年、失恋ショコラティエ、うわ、見てました見てました。これね石原さとみさん可愛すぎるのよ、やばいのよ本当に。もう超可愛いの本当、これはみんなもう最高だと思うよ。いやね、失
失恋ショコラティエはね、この冬、うん、見ますよねっていう、見ますよね、見ます見ます、はい、とても見ます。あと、あとあと、ね、かわいすぎだよね。明日ママがいないと私見てなかった。だってそれさ、芦田愛菜ちゃんがもうあれだよね、もうなんか話題になった作品でしたっけ。明日ママがいないと多分見てなかったね。うん、葵ちゃんさんありがとう。なんかね、見てなかったんだよね。多分みんな見てた、みんな見てたっていうか結構見てたな、みんな周りの子確か。共感すぎ、やっぱそうだよね。あとね、あとね、10月今日は会社休みます。うわ、見てたと思う、これ綾瀬はるかさんの。これもなんか漫画なんだよね。漫画見てたかな、ドラマをなんか見た気がする。あ、ディアシスター見てた。これも石原さとみさん、ディアシスター、これめっちゃ面白かったと思う。で、 N のためにか、その後 N のためには見てましたよ。サットンさんありがとう。やっぱみんな漫画すぎるよね、漫画すぎ。あ、スケボーのやつ、そう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 、え、面白かったよね。ディアシスター、ま、スケボーのやつだ内容はあんま覚えてないけど、わかるの。N のためにみんな見てたよね。あとね、問題のあるレストラン、問題のあるレストラン、あ、これも見てた。学校の階段も見てた、広瀬すずちゃんのやつね。はい、見てましたね。うわっ、えっ、ちょっと待って、これ「ようこそ我が家へ」、ようこそ我が家って怖かったよね。ようこそ我が家へ、怖かったよね。見てたんだけど、なんか名前だけ聞いてちょっと怖い印象ある。ね、本当に年を取ってるよ、本当。本当に年を取ったよ。ねえ、そうなのよ。ねえ。ようこそ我が家、なんか怖かったゆえ、怖いっていうか、うん、面白かったと思う。あ、で、恋仲か、夏が恋仲ね、その今2015年だ。恋仲はね、見てましたよ本田翼さんが可愛いのよ、やっぱり。あ、てか家入レオさん、家入レオさんの曲が、ね、熱かったですよね。あと、
すごい名前のドラマ見つけちゃったんだけどさ、ブスと野獣って書いてあったんだけどさ多分おかずクラブのゆいぴーさんが出てらっしゃったやつ。今なんかこんなの絶対放送できないよね、あのタイトル的に。もうコンプラコンプラでも黙ってないでしょうね、終わりですね絶対に。その何クレームめちゃめちゃ来る、クレームっていうかまだ放送はできない、そのタイトルではできないと思うし、したとしてももういっぱい来るんでしょうね。こういう名前からしてってさ、そういうなんか緩かったよね昔は、うん、おもろい、見てなかったけど。そのブスの瞳に恋してるってドラマもあった2つともコメントが、そんなのあったんだ。なんかひどいよね、ブスとか言うのやめてほしい、ドラマのタイトルに入れないでほしいです、うん、そういう苦情が来ちゃうんでしょうね今はもう。本当におかしいと思いますみたいなマジレスがすごい飛んできちゃう。あ、5時から9時知ってる？これも石原さとみさんだよ、もうほんとかわいい。5時9時これは見てたでしょう。いや見てないかみんな。どうだろう、私このこういう恋愛ドラマ大好きだったんだけど、5時9時私が恋したお坊さんみたい、そう私に恋したお坊さん、五時九時で私は寺田心くんを初めて見て、なんだこの可愛い子ってなっちゃって、もう五時九時可愛すぎでしょと思って、そこで寺田心くんにハマっちゃって、 YouTube であの動画を見漁るっていう、ちょっと危ない危ないね。でもちっちゃい子が好きだったっていうとは語弊があるけど、そのちっちゃいなんて言うんだろう、こうなんか喋り方とかもすごい可愛くて、寺田心くんがね、そう赤ちゃんみたいな感じの喋り方で可愛いってなって、もうすごい調べてました、あの YouTube で。なんかそうめちゃイケとかに出てきてたの、出てたの、めっちゃイケだったかな、うん、すっごい可愛かったね。それがそうバックナンバーさん、これ中学生だね、うん、もう私が中学生、クリスマスソングだよ、もうカラオケでずっと1位だったもんね、バックナンバーさんのクリスマスソングがずっと1位だった。そう私も寺田心くんがほんとその時ハマっちゃって、みんなにさ、ほんと可愛いんだよ寺田心くん、ほんと可愛いから、このちょっとこの動画見てみたいな、すごい布教してたんだけど、あんまり広まんなかったですねそうちょっとほんと可愛かったんだって。もう今はもうね、寺田心さんになられてしまったんですけど、その時だから何歳なんだろう、ほんともう幼稚園くらいの年齢なのかな、もうが5、6歳くらいなのかな、寺田心くんがそんぐらいの時だと、可愛かったのよ。クリスマスソングはほんとそう中学生の時なの。ジコジコさんありがとうございます。クリスマスといえばもうバックナンバーさんだよねっていう、高根の花子さん、うん、私もそれは好き。ジンに甘えました。ジン結構好きな人多いね。どういうお話なんですか？てか昔の話だっけ、そのあれな、ジンってどういう、心はイラつく
とだからさ、あのなんていうの、そういう子多かったのよ私の周りにも。なんかちょっと生意気じゃないみたいな、なんかその寺田心くんみたいな言ってた子いたんだけど、もう私ほんと好きだったから、なんでそんなこと言うのみたいなそう、なんでもう可愛いじゃん、そうなんかあざといとかさ、計算してるよみたいなさ、そういう声だ、もうそんなの、いや可愛いからねみたいな感じでしたよ私はね。ほんと味方でした心くん味方でしたよ私は医者が幕末にタイムスリップ、うわめっちゃ面白そう。私そのなんていうの、タイムスリップ系すごい好きなんですよね。信長コンチェルトだっけ、なんかそんなやつもあれだよ、タイムスリップするじゃん。私タイムスリップ系すごい好きなんだよね。信長ホテルとか、あの映画のね、うわ私すごい好きなんだけど、あそこでペニシリンなんだ、ペニシリンそこであれなんだね、モノマネとかでよく見る。テセウス、そうそう、それもなんかタイムスリップ系すごい好き。あーそうなんだ、信長のシェフ、信長系って面白いねやっぱ信長系はなんかあんま外れないか、可能性ある、外れない説あるね。なんか昔のその昔の時代にタイムスリップ系すごい好きな私。そっかジン面白そう。そう今なんかね、昔はあんま興味なかったのよ、今はやっぱでもなんか気になるかも。うん、私すごいドラマが好きだったからテンション上がっちゃう。今はやっぱこの大人になるにつれてちょっとね、なんかドラマがなんていうんだろう、自分に刺さるドラマが減ってきてんのよ昔より。だから昔のドラマはいっぱい語れちゃう。そうだよね、私も徳川家康がいいけどあんまないもん。豊臣秀吉、徳川家康ないもんな、あんまないよね。なんかでも信長とかの方がなんかその性格がこう印象ついてるじゃん世間の、なんかだからしやすいんじゃないドラマとかに。うわ懐かしい。とりあえずごじくじはもう好きでした。はい、いつかこの声を思い出してきっと泣いてします。あーこれも面白かった、面白いっていうかなんか謎ドラマだった気がする、内容全然覚えてない。夜勤行ってきます、行ってらっしゃい、頑張って。ダメな私に恋してください。あふかきょんさんね見てた、はい、かわいい。ナオミとかの子、うわ見てた。これ広瀬涼子さんのやつもやっぱ面白いんだよな。スミカスミレ、桐谷美玲さんね見てました。怪盗山猫、あこれも見てた気がする。あれあれ家政婦ってもうあれまだなのかな、家政婦の三田さんだっけ、家政婦の見た、あれキングさんありがとう。世界一難しい恋、あー見てたわ。ここら辺は結構もう最近のように感じてしまいますね。好きな人がいること、あ、聞いたいです。はい、見てました。これ見るでしょ、みんな。結局見るでしょっていう。
通り過ぎた？え、三田さんもっと昔か、通り過ぎちゃったかも。じゃあ三田さんは私最初から見てなかったのに、なんか友達でも、もう流行りすぎてみんなその視聴率がさ、なんかすごいことになってたじゃないですか、世間的に。その流行ってたから、あの、え、そんな流行ると思って見た。ダジャレみたいな、ちょっとほんと見てみた。もうだからちょっと乗り遅れて、うん、見たけどめっちゃ面白かったですね。やっぱアイチにはぜひ映画の花束みたいなコラボして見てほしい。あ、見た見たよ。もうほんとそれ大号泣だ。でも、あ、でも大号泣だった。三田さん笑わないから、そう、笑わない方なんだよね。そうなのよ。いや面白かったよ。ドラマ評論家の方ですか。ね、ほんと昔評論家だったレベルで見てたよ。主題歌も可愛すぎて好き。あれね、好きな人がいることね。もし5分前で戻れるなら何をしますか。見てたよ。もうここら辺はもうちょっとあれだな。時をかける少女、あ、見てた見てた。うん、ここら辺はもうなんか最近すぎだな、ちょっと。はい、逃げ恥キラー、地味にすごい高圧がある、見てた。黒い10人の女、見てた。砂の塔、ここでか、砂の塔が。砂の塔面白かったね。うん、いや、よかったよ。歌もよかったしね。パラビで見れるの？ちん。見ようか。パラビで。あ、そう、カルテット見てた。このカルテットは見てた。うん、あと、東京タラレバ娘。私ここをすごい見てるな。ここめちゃめちゃ見てるな。カルテット東京タラレバ娘、ね、突然ですが明日結婚します。あ、これも見てたね。見すぎじゃない。ここ1月から3月ここめっちゃ見てる。キラーレ勇気なんか見てたような気がする。見てたね、すごい見てた。鮮明です。私もここら辺ね、砂の塔面白かったよね。え、あ、あなたのことはそれほど。見てた。貴族探偵見てた。下は見た目が 100% 見てました。すごい。僕運命の人です。あ、見てました。恋がやってても生きてます。あ、見てたな。めっちゃ見てるじゃん。僕たちがやりました。あ、これももう最近すぎだね。これは見てたけど、過保護の過保護見てた。ちょっとさ、愛してたって秘密ある。あ、二重人格だったやつね、見てた。ここら辺はちょっと最近だね、わりかし2010
17、18、19、うん、懐かしい。もうだからね、この年々やっぱ減っちゃってるわ。うわ、もう昔のドラマ戻ってきてくんないかな。学園ものとかさ、今でも全然見たい。あのなんか大人になっててもそういうのやってくれたら見ますよっていう花晴れ、花のち晴れ、それも学園もののさ、何、花より団子の次の作品みたいなやつだったけど、あれもさやっぱ面白かったのよ。そう、でも昔のその花団がいいよみたいに言う人もいたんですけど、私は絶対にそういう学園系はね、もう全部面白いのよ絶対に。そう、昔のドラマ話を楽しすぎたね。友達としたい、あれも分かる。学生、愛知学生時代忙しそうやったね。そんなに見ててすごい。なんかね、いつもね録画してて、でお母さんが多分結構ドラマ好きで録画してくれてて、何でも。だからそれをいつ見るかっていうと、あのご飯食べる時とか、なんかその習い事行くまでの間の時間とか、学校帰ってきてそのご飯食べてその習い事に行くまでの時間とかに見てとか、もうそれが唯一のなんか楽しみで頑張ってたんだよね、ドラマ見るのは。葵ちゃんさん、ありがとうございます。そう、なんかそれを見るの楽しみに結構毎日頑張れてたみたいなとこあるんだよ。それぐらいドラマが好きでしたよ私は。そう、一気にドラマ見るのが楽しい。そうそう、あでもリアルタイムでも見れてた時もあったよ。あ、リアルタイムで見てたの方が多いよ。もしかしたら多かったかも。小学生の時とか夜9時とか10時はまあ見れてたかな。韓国ドラマ見ないんだよ私。そう、全然見ないのよ韓国ドラマ。見ないんだよね。でも面白いのかな。まあだから日本のドラマ、そうね、そういうさ学園物語ある？韓国ドラマにその花より団子っぽい感じのなんかまあそん、いや学園物じゃなくてもいいけど恋愛ドラマがいいね。やっぱその昔のような恋愛ドラマが見たいんだよ。そう、全然普通にベタな感じでもいいと思うんだけど、そういうのがちょっと少なくなっちゃってるんだよね。イテウォンクラスが見てないもん。葵ちゃんさん、ありがとう。韓国ドラマ、ソンミンドラマ視聴率大丈夫そうっていうやつだよ。お金持ちとちょっと貧乏な女の子の話多いイメージ。うわ、確かに。え、そうだよね。なんか韓国ドラマから日本にさ、日本でリメイクする多くないですか。多くないっていうか、もうあるよね。イケメンですねとかも多分そうだったよね。うん、東京競馬場が舞台だ部活やないかただの部活 Vlog みたいな。熱い部活物語熱
水をつければいいと思って。いやでもね、韓国ドラマも面白そうだな。でもうん、いやまあ村民ドラマというか、もう最後私が卒業する時とかにはもうそういう一個のドラマが出来上がってる可能性あります。いいことを、いいことを風に言う。村民が部活で稼ぎ、愛知に納税しセンターに押し上げる物語の予定です。うん、その前の分いらないかな。その細かい詳細いらなくないですか。みんなで共にセンターを目指すとかでよくないですかね。うん、卒業公演で流して。ちょっとドラマ作ってください、頼みます。じゃあ、いや部活で、部活でその勝った分でみたいな、結構すごいよ。あのそのお仕事でみんなが頑張ってお仕事してとかじゃなく、部活でかなり不安定、大丈夫かなっていう。部活でそこで目指していく、センターを目指す、面白すぎるでしょ。稼ぎが部活動はちょっと結構不安よ。かなりの不安よ、そこ。ヒゲダンの曲みたいやな、あれか、フィルムみたいなやつか。でも全然出てます。知ってるよ、いい曲のやつね。ミーハーすぎて出てます。あ、そう、まあ納税で思い出しました。納税で思い出すなっていう話なんですけど、納税で思い出した。あ、こちら、カレンダーが今ちょうど販売されてるんですけど、カレンダー、アクリルカレンダーっていうのかな、このこれ結構デカめなんですよ。こちらがありますのでぜひゲットしてください。横がこんぐらいの幅、割と大きめです。わりかし大きめでございますけども、こちらカレンダー、え、買った？ねえ、あのあとちょっとで期間終わっちゃうので、これよろしくお願いします。そうなの、ぜひ納税していただけたら。やめて。言わせないで。そう、髪長いよね。よろしく。この時間に売り上げが増えたらちょっと面白いよね。買い忘れてたよっていう方がもしいらっしゃったら、ぜひお願いしたいです。素敵なカレンダーなので、ちょっとまあ結構かなり気に入ってるので、ちょっとみんなのところに届くといいな。
日付見せる気ないよね。まあ推しメンの範囲が広い方が良くない？多分カレンダー部分が広かったら広かったですごい文句言う人いるよきっとそっちもそっち、よろしくお願いします。みんなちょっと玄関のところにも一個置いて、リビング置いて、寝室置いてとか、うん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 、わあ、そう、福袋はねもう少し先まで販売して、またその時に告知するかな。もうちょい長いね、少しだけ、あとちょっと期間ある。まだ福袋もねゲットしていただきたいんですけれども、会社のデスクに置くか、HKT のね事務所だったらみんなスタッフさん結構そういう HKT グッズとか置いてるんだけどそうなの。まあ村の発展につながります、こうやってみんながゲットしてくださることによって。いや、みんなも自分のところに自分の手元に届いて嬉しい、そして村全体としてもね、とても潤っていきます。村が、愛知村がすごい潤い、そう潤っていくのは絶対そうなので、皆さんグッズというものをねぜひ、まあ、毎回ね買ってくださってるとは思うんですけど、ファンの方々はね、ありがとう。はい、村が潤います。はい、無駄なことはありません。皆さんありがとうありがとうと伝えたい。納税しました、え、ありがとう心の底がありがとう、本当に。ありがとうございます。こうさ、もうショールームとかでもさ、もう一人1ヶ月に一人でもいいよね、一人でも新規の方がこう増えたらさ、すごい毎日さ、毎日っていうかずっと続いてたらさ、いつの間にか増えてるっていう可能性ありますもんね、ファンの方が。まあそうだな推し編とかしないでもらえたらね、その分推し編とかしちゃったらちょっとプラマイゼロみたいなとこになっちゃうんですけど、グリルで写真も可愛いです、ありがとう、嬉しい。リアタイリアタイノーで嬉しい。なんか本格的なその通販番組みたいな感覚を味わえます。現在何個売れております、わかった、フォローしました、ありがとうございます、嬉しい。
アイドルを愛を取るに変えるからアイドルだとツイートを流れてきた。なんか夢のない寂しい、やめて、やめてほしい。カレンダー買います、ありがとうございます。もうね、まあ、ファンの方にはやっぱね、私のカレンダー置いてほしいもん、うちに。納税欲が抑えきれず納税欲聞いたことないけどね、村民にはね、あるんだよね村民にはっていうか、まあファンの方ってまあそうだよね、その納税欲とは言わないと思うけど、グッズをやっぱ買いたいと思ってもらえるのは嬉しいよね。納税はいいですいやまあそうね、で全てではないんですけど、イコールではないとは思うけど、まあなんかそのさ、愛情表現がさ苦手な方とかもいらっしゃるじゃん、そう言葉とかであんま伝えれないしとか、まあ、あんまりその会いに行けないしとか、そういう方はだから納税することによってああいう異常表現してるんだよっていう方とかもいらっしゃるのよ、中にはそういうのはやっぱ伝わってます、しっかりと葵、うん、ちゃんさんありがとう、もう一個買ってみたありがとう、お買い上げありがとうございます。自宅用と会社用に2つ注文、会社用素晴らしい、ありがとう。納税は村民の義務です、義務やめてよ勝手に義務化しないでよ村長本人が義務化してないんだから、一応ね権利があるよっていうことですから。机の世話に並べる、あーもうそれははかどる、はかどるね、本当にもう作業がはかどりまくっちゃうんでしょうね、うん、いいことしかないね。納税せずにショールーム見ること脱税っていうらしい、言わんのよ脱税って言わんのよ。空気さんとのツーショットだったら2つ買ったのに黒木さん推しがなんでいるんだか土日祝日が2倍になるっていう人もいるでしょうね土日祝日が2倍になったかのように、いやなる方はいるかもしれない、中にはもう個人差だよ、そこは個人差がありますよ、うん、どういうことって私もちょっと分からん。あでもね、あ全然話変わるんだけど、なんかさやっぱもうさ10月11月あもうでも結構新商品とかもさすごい出てるわけじゃないですか最近、やっぱなんか冬、秋からこう冬に向けて新しいカレンダー2つあったら土日の数2枚、うわそういうことね、なるほどね、平日も2倍になっちゃうけど大丈夫
そう、新商品とか新発売、なんかそういうのって結構惹かれちゃいません？そう、いいなってなんか思っちゃうよね。11月のスタバ新作やばい。え、なんだっけ、いちごだっけ。なんかさ、いちごはさ、ちょっとね、どうなんでしょうかね。平日は数えませんだよね。うん、平日はね入んないっていう、うん、そういうことですもん。いちごのストロベリーか。いや、美味しいのかね、どうなんだろうね。いや、いちごまあ美味しいのか。私でも結構そうミルク系が好きなんだよね。でも美味しくないことはないと思うんだけど、最近結構甘い系が多かったからさ、そうなんかどうだろうなっていう、ちゃんと甘いのかなっていうね。あ、そう、私最近気になってるやつが、最近気になってるやつがね、どれだっけな、あ、全然関係ないの、そのスタバじゃない、あのね、まあ、ディズニーに行きたいなってさ、そう見ててさ、いろいろディズニーの投稿とか見てたのよ。したらさ、もう本当に可愛い、なんかカチューシャとかやっぱ増えてるわ、増えるっぽくて、そう欲しくなっちゃっててさ、今見てほしいので、ディズニーはやっぱ好きだからさ、あ、どれだっけ、なんかね、ディズニーグッズすごいのよ。ああ、グッズ、そのカチューシャとかじゃなくだけじゃなく、あ、そう、ディーナベルの可愛くない、ディーナベルは可愛い、本当に可愛いよ。ティーナベルは可愛いね。これはね、一回買いたいとは思う。この、あ、危ない。買って、あ、見えないな。買ってカチューシャつけていきたいとは思って。これがね、あの新しい子なの。あ、でもこれこれこれ。私がいいなと思ってんのはこれです。注射とセーター、この白と赤のカチューシャ、これめっちゃ可愛くない？ちょっとでもクリスマスっぽいけど可愛い、冬はいいかなって思ってる。こっちの赤のセーターもすごい可愛くない？めちゃくちゃ可愛いよね。あと、あとあとあと、めっちゃ可愛いの、なんかね、ちょっと淡い色が流行ってるのかな、流行ってるというか売ってくれるの嬉しいな。これだ、このセーターがいいな。でも赤、赤っていうかね、このこれもいいなと思ってる。この白、こっち、うん、まあこの赤可愛いな。これちょっとなんかカップルで買いますみたいな、やめてほしいんですけど、そういうのこれこれ、私この赤の心霊ラジオのこのセーターがとてもいいなって思ってる。めっちゃ可愛くない？これ着てディズニーに行きたいと思ってます。すごい可愛いじゃん。ペアログちょっとね、まあ、お友達とペアルック、お友達とペアルックがいいと思いますね。はい、これがすごいよ、これ可愛いよね、可愛くない？
いいなって思ってる。あとマフラー型のやつもめっちゃあるんです。ブランケットとかあるの。これ欲しい。めっちゃ可愛いでしょ。この青水色みたいなブランケット、これすごい可愛いよね。マフラー、ちょっと色味がねあんま伝わらないんだけど、マフラーなんて、ね、ファンキャップっていうやつ、マフラーの。これね冬はねめっちゃあったかいの。これが水色が出ててすごいいいなって思ってます。白のカチューシャ、マリーちゃんのカチューシャも出てるよ。このね帽子いいよね。これ帽子好きだよ。あのディズニーでねかぶる、ディズニー限定ですねディズニーでしかかぶれないと思うけど、このマリーちゃんのカチューシャもちょっと買ってみたいと思う。いいよね、かわいいよね。だからさ、なんか欲しいさグッズが多くて、私本当だって3個買いとかしちゃってんだから。去年ディズニーのグッズね、帽子、あカチューシャ、バケハ、あとなんか違う帽子3個買いしてんのよ。3個も買っちゃってんの一気に、オンラインストアで、ディズニーオンラインストアでね。黒木さんと愛知にそれぞれプレゼントしますね。全部占領する、占領というか私が全部もらうよそう全部買っちゃってる。そうだからもう冬に行きたい、ディズニーは一回ね絶対行きたいの。そうなの、ペアルックして日向とディズニー行きそう。わあ、日向さんとディズニー行きたいよ。これはもう絶対行きたい、確実に行くと思います今後いやわかる。でも冬のディズニーもね凍るよね。でも寒いんだけどさ、なんか行きたくなんだよね。寒いのがなんかいい。いやでも寒すぎたんだよね。ほんとカイロ、足の裏にカイロ貼ってました、うん、貼ったり全身にカイロ貼って、そう。でも、まあ、それだったらちょっと乗り越えれたね、乗り切れたって感じそんな感じで、まあディズニーにも行きたいわけです。なんか新商品新グッズ増えるよね、やっぱこの季節の変わり目とかって。まあそんな感じで、あこんな時間経ってた。じゃあもうそろそろ長いこと喋っちゃってましたのでなんか喉乾いたと思ったら結構喋ってたわ。そろそろ終わろうかしら。みんなありがとうございましたよ今日もね、長いこと。ではランキングを見ます。13位タカッピさん、12位キノッチさん、11位ペッさん、10位ノッツさん、9位タークンさん、8位パヨニアさん、7位クニショウさん、6位ズッキーさん、5位スミスさん、4位フォクピグさん、3位ナオさん、2位サットンさん、1位アオイちゃんさんです。イルミネーション綺麗だよね。うん、なんかね装飾系が好きだね、冬のディズニーの。そう綺麗なのよ、可愛くて。福岡さんありがとう、みんなありがとうございました。遅くまで、ではではまた明日も頑張りましょう。ありがとうねみんな来てくれて、バイバーイ、明日ねおやすみ。